ホーム駅構内に留置されている ED282、遠州西ヶ崎駅は、静岡県浜松市東区西ケ崎町にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は11、島式ホーム1面2線の地上駅。駅舎はあるが、終日無人駅である。通常は1番線を使用する。正式名称には、遠州とつくが、各種表示や、車内放送では省略され、 西ヶ崎駅と案内されている。駐輪場は駅の東西両側にそれぞれ存在する。駅北東に側線があり、電気機関車 ED282 と保機800系、貨車3両が留置されている。バラストと工事資材の積み込みもここで行われるが、敷地が手狭なため短くせざるを得なかった側線の有効調の関係から通常貨車は分割して留置されている。 廃車となった車両の解体作業も同所で行われるため、解体作業時にはこれらの機関車と貨車は西鹿島駅に移動する。かつてはここに車両工場が存在したが、1977年に工場が西鹿島駅に移転したため、現在は前日の通りの留置線と保線基地としての機能のみが残されている。駅西側に鉄道営業所があり、 鉄道の運行に関する業務全般や定期券、ナイスパスの販売などを窓口営業が行われている。東側には、公務所もある。1944年までは、浜松電気鉄道、加西線が接続していた。開業当時の地名が由来。西ヶ崎の由来は、諸説あるが、この地域が三方、原の東端に位置しており、反対から見ると、西の先にあたるという、意味の、 西が、先が点火したものと言われる。2019年度の乗車人員は328,228人、降車人員は326,923人で、ある。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、降車人員は次の表の通りである。ありがとうございます。